はい、どうも皆さんこんばんは、ちゃんかやです。そしてどうも皆さんこんにちは、花毛と申す者です。はい、こんにちは、遠山徹です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで始まりましたアニトーク第6回ですね。はい、今回は遠山徹さんと花毛さんをお呼びしました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いやー、まあ早速ですね、あの前言った通りに2人じゃなくて3人で。トークを進めていくっていう感じなんですけど、今回は、まあ、遠山さんと花毛さん、まあ、初めて、まあ、絡む形になるかなと思いますので、まあ、ちょっとまだ僕たち3人で慣れない部分もあるかなと思うんですけれども、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。はい、はい、めちゃくちゃ緊張します。いや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 、まあいつも通りいつも通り話していただければ大丈夫なんで、はい、はい、じゃあまあ早速ですね、まあ、アニトークの企画に関してはもう第6回までやっていますので、ある程度皆さんご存知かなと思うんですけど、まあ、アニメニュースだったりとか、あとはまあ今期のアニメだとか来期のアニメについて話し合う、まあ、そういったラジオ番組みたいな、まあ、ポッドキャストみたいな形でやる、まあ、トークの企画になります。ではまあ早速ですね、もう企画のトーク歴の方を進めていくんですけど、まずお互いのまあ第一印象、まあ、本当に鉄板なんですけれども、今回は僕はまあ遠山さんと花毛さんに関してはもう言ってるので、今回は遠山徹さんと花毛さん同士でまあ話してもらうっていう形でいきましょう。じゃあまずは、花毛さんから見たまあ遠山徹さんの第一印象というか、まあ、そういった部分を話していただければなと思います。わかりました。遠山徹さん、はじめまして。はい、はじめまして、よろしくお願いします。はい、このぎこちなさ。いや本当に、だってさっきつないで今会話してるから、マジで初めましたよね。まあ、お互いね、それこそすれ違いで連絡とかね、はい、していただいたんだけども、まあ、第一印象、一方的にね、多分僕、遠山徹さんのチャンネル見させていたんですけど、ありがとうございます。はい、まあ一部ですけどね、それでも結構ボリュームはあるので。うん、第一印象はやっぱりね、分析家だなと思いますね、すごく。うん、うん、うん、なんかこう僕のチャンネルと遠山徹さんのチャンネル比べた時に、僕のこう解説の仕方っていうのは、初心者になるべく分かりやすく伝える、そして簡潔にっていうのを、まあ一応目的としてやってるんですけど、遠山徹さんに関しては、はい、一つのアニメのここのシーンがすごい、ここのシーンがやばいっていうのを、本当にコマごとに見ていっている感じがするので、まあ、まず分析家だなと。だから僕とはだいぶタイプが違うなとも思うんですけど、あ、はいはい、でもスタイル的にはアニメを重点的に見るというか、漫画原作、漫画を読んだりとか、それからライトノベル読んだりとか、その辺に、はいはい、手をつけない感じですね、確か。 あんまり、そうですね、原作とかはあんまり読まないですね。原作の話もしないですね。はい、うん、それはアニメを楽しむためっていうのが多分一個目的としてあると思うんですけど、はいはい、それは僕も同じだったりします。アニメの先まで僕も漫画を読み進めないっていうのをなるべくしてたりとか、うん、でアニメのこの新鮮さを楽しむっていうのがなんか僕も目的としてあるので、その辺は同じかなと思ってたりとかしてるので、まあ、誓う部分と同じ部分があるよっていう感じの第一印象かなみたいな。うん、第一印象じゃねえなこれ、事前の印象か。うん、で、すごい、うん、はい、話してみたらまあ予想通りの人なんだけども、すごく柔らかくて優しい人かなみたいな、そんな感じですよね。めっちゃわかる。まあなんかうまいこと言えてないかもしれないけど、いや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 、そんな感じです。じゃあまあ次ですね、遠山徹さんから見た花毛さんの第一印象を話していただこうかなと。まあ、僕もまあ花毛さんとはその別のコラボですれ違って、でまあ意識はしていて、でまあ話題にも出してもらってありがたいなと思っていたところと、花毛さんの動画自体はもう自分がまあ感想動画とかを出してる時にやっぱり関連のところにバンバン上がってくるので、やっぱ今の、そう、アニメの動画っていうのはやっぱこういうもんなんだな、主流ってこういうもんなんだなっていうところを、基本的には花毛さんの定期的にこう見に行くことによってこう学んでたんですけど、まあ、見てもらってるんですね。で言うと、そうですね、
まあ、それこそ自分の出してる動画とあまりこう被りすぎないようにっていうのが、多分その僕みたいに解説系のアニメを出すの動画を出されてる人っていうのはよく言われるんですよね。はいはいはい、例えば、まあ、この作品の解説と か考察とかって、他の方の動画を見ると影響されて引っ張れるじゃないですか、結構。はいはいはい、あるんですけど、なんかそれこそ、まあ、花毛さんがまさに言われていたことなんですが、その広く分かりやすく丁寧にまとめて話すっていうのをこう心がけてるって言われているから、僕はまあリアルタイムに、例えば最新話に関しては本当に見たら引っ張られるんで見ないようにはしてるんですけど、2週遅れか3週遅れぐらいの花毛さんの動画とかをこう見て、あ、そっかそっか、こうまとまって丁寧にみんなに分かりやすくその面白さを伝えるためのその言い回しっていうのはこういう風な形でするんだなっていうのを、結構見させてもらってて、まあ、今期だったらあの、まあ、キセコイとかアケビちゃんとかそのあたりとかを、ね、取り上げられてる時にそういう作品をまあ定期的に見に行くみたいな形で、まあ、あの見させていただいてたんですけど、花毛さんの、いやこれ何なんだろう、なんか話題にしてその、はい、古い話になったらあれなんですけど、花毛さんのチャンネルで僕好きなとこがあって、はい、あ、本当ですか、はい、というか、チャンネルの概要欄に、いろいろ書いてるじゃないですか、はい、その内容がとか、なんかお問い合わせがこれはとか概要欄書いてて、で書いてるところに、はいはいはい、あの動画内容につきましては、各、権利者、これあの読み上げてるだけなんで、あの丸暗記してるわけじゃないですけど、各権利所有者や第三者に不利益のないよう細心の注意を払い、アニメや漫画を広めた一心で制作しておりますってちゃんと書いてあって、これって、はい、なんだろうな、すごく難しいことだと思うんですよね。アニメって難しくて、それこそ、まあ、定期的に著作権の問題で話題になったりだとか、うん、ネガティブなニュースで話題になったり、まあ、会社的なスキャンダルとか、なんか声優さん的なスキャンダルとかで話題になったりだとか、なんか話題になり方とか取り上げ方とかで、その時その時の主流で、その取り上げ方とか取り上げる手法で、その権利持ってる人とかですね、その作った制作者さん側のにとって良くない流れができたり、逆にその追い風になったりっていうところがすごく難しいじゃないですか。難しいです、それは。めちゃくちゃ難しいなと思ってて、はい、でも、まあ、例えば著作権で言ったら、これは引用の形式だからって言って決めて、もうそれだけでふんぞり返ってしまっていたりだとか、なんか自分たちの出してる動画の影響っていうのをこう考えるのをやめてしまって動画を出しちゃってる、まあ、YouTuber さんとかもいたりして、でなんか多分本当はずっと出してる限りは考え続けた方がいいことだと思ってるんだけど、僕もその時その時の主流でこういう言い方はいいんだろうかとか、ね、それこそなんかネガティブな話題の出し方で盛り上がることに関して、よく働く時もあれば悪く働く時もあるから、その辺、うん、なんだろうな、ルールを決めてしまったらもうそれで完全になんか考えなくてよくなることなんじゃなくて、多分ずっと考え続けなきゃいけない、自分がこうだとスタンスを決めたら、ね、ルールを決めたら考えなくていいことなんじゃなくて考え続けなきゃいけないことなんだなって自分はこう思っているけど、あんまりそういうことを発信される方っていうのはいないし、チャンネルで表明される方もすごく少ないので、自分はこれ花毛さんのこのコメントと花毛さんの動画を見てるときに、例えば本編にその視聴者が行くときに、その視聴者の動線を消さないようにすごく気を使われてるなっていうのを見ていて、あ、はいはいはい、アニメ本編の話をされるときも、うん、例えばこの話のことを何かこうテーマとして話したいことがあるんだけど、それは今そこで言ってしまった場合、うん、具体的な内容を言ってしまった場合はもうそれで満足して本編を見るのをやめてしまう人が出るような可能性があるときは、そこを言うこと自体は主軸じゃないからぼかしていたり、わかりますね。その視聴者がその動画を見た後に本編に行く動線をできるだけ消さないようにしてるのがこう分かったりするんですよね。はいはいはい。だからそれってなんかちゃんと本編の価値を高める動画を作らないとなって常にちゃんとこう頭に入れて作られてる方なんだなと思って、これはだから定期的に見てる時には自分も、はい、あ、そうだな、こういう風に作らなきゃいけないなと思ってやってるんですね。でそれはなんだろう、
それこそ、まあ、流行の流れとかニュースの流れとか話題の風潮とか他の YouTuber さんの動画の傾向とかで変わっていくものではあるんだけど、その意識は常に自分は持っておきたいと思っていたので、その花毛さんのところの概要欄を見て、はい、僕も自分のところ のチャンネルに似たような文章を貼っつけました、はい、なるほどですね、あの概要欄をそもそも見てくれてたんだっていうところをまずびっくりしたんですけど、まあすごくなんすかね、めちゃくちゃ嬉しいです僕今言われたことに対して。なんでかっていうと、それを自分から発信するとなんかこう恥ずかしいんですよ。ここ気をつけてるんでこうっすよみたいな感じで言うことでもないし、うん、まあ視聴者側は動画楽しめてくれればそれでいいんでいいんですけど、まあある意味その作り手側の問題ですよね。もう作り手側がどういうふうに考えてるかとか、そういうふうな話になると思うんですけど、まあ難しくてね、さっきおっしゃってくれたように、その僕らが紹介することによってプラスになることもあればマイナスになることもあるっていう、はいはい、そうですね、この影響力ってのが昔よりちょっと高まってる気がして最近、あ、はい、うん、でなんかプラスに働いてることも結構っていうかね、だいぶあると思うんですけど、はい、まあでもやっぱりその企業とアニメの企業と僕らのつながりってどうしても持てない部分があるので、なんかこう暗黙の了解じゃないですけど、お互い黙った上で意思疎通しながらちゃんとメリットがある動画出すよっていうのはちょっと難しいんですよね。確かに、でもそうですよね、本当に何でしょう、例えば作画崩壊とかでの話題もよく働く時もあれば、悪く働く時もあるじゃないですか、ありますね、その取り扱いの仕方ってすごく難しいけど、でもその何も考えずに取り上げて、まあ、笑いに変えてしまってる時に、やっぱりそのスタンスとしてその作品の本質の面白さをこう削って、本来の価値を削って自分ところの動画に人を呼んでくる形に、その YouTube のアルゴリズム的にはなってしまいがちだと思うんですね、見ている。どうしてもなりますね、それって間違ってはいないんだけど、でもそれは作ってる人たちに対するリスペクトが消えてしまった時に関係が悪化していくという。そうなんですよね。そうなんですね。だからできればやっぱ仲良くいたいじゃないですか、僕らも。だって、だから作ってもらってますからね。創作側に対するリスペクトは絶対に忘れちゃいけなくて、それは別に批評しちゃいけないっていうことじゃないんだけど、ちゃんとリスペクトした上で批判とかもするべきだろうなというふうに思ってるので、ラインが難しいですよね、やっぱり、はい、まあ僕から見たお二人の印象はもう前言った通り、その通り、まあどっちかというと本当にアニメ系 YouTuber とかアニメ感想とか話す方のもう先輩っていう印象ですね、これはもう。まあ僕はまだまだ始めたばっかりっていうところもありますし、でも花毛さんとか遠山さんは数年前から始められている方なので、アニメの感想とか、まあ、動画の作り方とか今言ったような話とかもめちゃくちゃ深く考えられてるんで、まあ、そこもどんどん今後自分が吸収して、まあ、もっともっといい動画作れたらいいなっていう、まあ形で、まあ、すごい尊敬させていただいてる先輩の2人になりますっていう感じですね。はい、はい、はい、ということで、まずはまあお互いの第一印象を話していただいたということで、まあ、ここから最近のまあアニメニュースとかについて触れていこうかなと思います、はい、でまあ最近だとちょっとこれ先週触れるべきだったところではあるんですけど、ちょっと遅いんですが、ようこそ実力至上主義の教室でのテレビアニメ第2期と第3期が制作決定して、でまあ、放送年も、来期の次か、来期か、夏クールの方である2期が両日放送される、そして、まあ、2023年ですかね、そこに3期が放送されて、1年生編が、まあ、全て放送されることが、まあ、決まったっていう感じになりますね。はいはいはい。はい、どうですか？びっくりしたよね、あれ。2期、3期が同時に発表ってよくあることなんですか？いや。あんまりないんじゃないですか。なかなかないっすね、うん、僕パッと出てきても今 SAO のあの3期が4クール分で放送されるとか、それが決まった時くらいの印象だったんで、
ああ、SAO の4クールの時ね。あれって一気に発表されたんだっけ？一気にそうですね、発表されましたね。分割にはなるけど、放送しっかりしますよみたいな部分できたんで、それと似たような感じで、しかも妖術に関してはもうアニメ発表プロジェクトみたいので、なんかYouTube で配信もしてたので、はいはいはい。大きいプロジェクトみたいですけど。はい、まあちょっと僕から軽く話いいですか？そしたら、はい、お願いします。妖術に関しては実は僕のチャンネルでもずっと言ってたんですよね。はいはいはい。はい、視聴者がなんでかっていうと、視聴者がめちゃめちゃ2期を求めてたっていうので、やっぱ妖術と野毛の羅は代表作なんですよ。2期来てほしいって言われる代表作だった一つが来たのはびっくりしたんですよ。まあそれでいてしかも2、3期っていうので、まあなんか、まあまだわかんないですけど、妖術ってね、アニオリが少し入ってる部分があると思うんですよ。はい。そうなんですね。原作と少し違うらしくて、僕ね、でも原作を読んだことがないので、そこら辺はちょっと何とも言えないというか、アニメしか見たことないので、何とも言えない部分なんだけど、で、そこを修正するには、なかなか、あれなんですよね、結構な修正がいるっていう話らしいんですよ。そうですね、うん、だからそこをどうしていくかっていう問題だけあるみたいです。必然的にオリジナルエピソードで調節しなきゃいけないぐらいになるんですか？ですね、というよりかは3期入るときに1期やった内容をちょっと無視しなきゃいけないぐらい。ああ、そういうことなんだ。だよね、ちゃんかいくん。そうですね、僕これ動画で、2本ぐらい出したんですけど、妖術の2期3期とかが放送されるとしたら、まあ、どういう風に続編が放送されるのかっていう動画を考えて出したんですけど、原作ライトノベルとアニメのヒロイン枠というか、まあ、メインヒロイン枠の印象が、まあ、明らかに違うんですよね。特に、まあ、1期テレビアニメ第1期では堀北がまあヒロインとして、まあ、活躍していく、まあ、D クラスをまあのし上げていくぞみたいな形で、まあ、裏の部分で綾小路が暗躍しながら進めていく、で最後にまあ種明かしされていくっていうストーリーが本筋だったんですけど、はいはいはい、まあ、メインとして綾小路がまあこれから恋愛絡みみたいな展開も少しずつ芽生えてくるような展開もあるんですけど、まあ、そこだとか、あとはまあ無人島とか、あと、まあ、クラスの人数だとか結構、まあ、大幅に違う部分があって、まあ、いろんなユーザーが予想してた中で一期のリメイクを放送するだとか再放送されるんですね、妖術。またその時に、まあ、リゼロみたいにあったじゃないですか、新編集版みたいな、 あ、はいはい、あれみたいにまた作り直して放送するのか、もしくはもうガンムシで二期三期を作っちゃうのかみたいな部分とか、まあ、そういった部分で制作面ももしかしたら、変わってしまうんじゃないか、ラルケから例えば、まあ、違うところに変わってしまうんじゃないかっていう風に言われてた要素だったんですね。これで制作会社とかはまだ変わる変わらないは決定しないよね、確か。制作は変わらないですね、ラルケで決まった。あ、変わらないんだっけ、はい、うん、PV も軽く公開されていて、まあ、そんなに作画は個人的には悪くはないと思ってたので、うん、全然いいかなと思ってますし、監督もなんか2人いるので、まあ、あの構成で進めていただければいいかなと自分は思ってますね。そうだね、まあ妖術はだから、まあ、決定したのが嬉しいっていうのはあるんだけど、まあ、5年前だっけ。そうですね、うん、5年前ぐらいの作品がね、その2期出て 今になって2期として出てきてくれるっていうのはね、めちゃくちゃありがたい、正直。はい、他の作品いっぱいあるからね、その1期で中短波で終了してて5年間経ってるやつとかね。そうですね、ずっと眠ってる作品って全然あって、しかもまあ2期来てほしいとか続編が来ないアニメランキングみたいなの取り上げられるくらいですかね。うん、でそれしていったらね、また盛り上がっていくと思うんだよね、アニメってのもね。だからそういう意味を込めて妖術はようやったなみたいな感じで思ってましたよ。そうですね、あとはじゃあつながりの部分のシナリオを見事に決めればそこもまた話題になる感じですね。まあ、僕個人としてはこれ結構注目されてるのは、まあネガティブイメージももちろんありますけど、全然いいことというか、まあやっぱりそのいろんなユーザーが目を離せられないからこそ、いい作品になってほしいからこそ、いろんな意見が飛び交ってると思うんで、まあ、悪くはないと思ってて、特に原作ライトノベルの
アニメ作品の中でもこれからもしかしたら SAO とか、まあ、春日とか、まあ、そこまでいかなくても結構引っ張ってくれる作品になるんじゃないかって思うくらいポテンシャルはあると思ってるんで結構期待してます。まあ、今のそれこそね大学生とか高校生の間では一躍ブームの作品なのね、うん、はい、ラノベめちゃくちゃ盛り上がってるんで特にラノベ YouTuber なんかは毎回新しい新刊が出たらすぐ考察動画出したりもしてるんで、うん、めちゃくちゃ盛り上がってますしね。っていうあとは本当に言ってもらったようにバシッと決まればって感じなのかな、はい、まあ、次第だねっていう、うん、ところと、まあ如実に関してはこれくらいですかね。それでそうだね、まあ俺はもうようやってくれたら嬉しい、他のアニメもどんどん出てきてくれたら嬉しいって感じ。そうですね、うん、あとはまあ他のニュースで言うと、まあ、最近先日スパイ教室のテレビアニメ化が決定しましたということで、まあ、これはもう原作ライトノベルの作品ファンタジア文庫の作品なんですけど、まあ、これも、はい、僕ライトノベル1巻だけ読んでるんですけどこれ、うん、アニメ化むずくないかって思ってる部分のそういう作品で、まあ、あの前回花毛さんとお話しした時に、シラムネ千歳くんはラムネビの中、まあ、これもアニメ化されてない中でもアニメ化してもおかしくない作品なんですけど、うん、ライトノベル原作でそれとタメ張るくらいアニメ化難しいんじゃないかって言われてた作品の一つなんですね。スパイモノ、まあ、ジャンル的に不思議な感じですね。戦略ものになるんですか。戦略ものですね、まあ、これはまあ、キャラクターが結構出てくるんですけど、あと今回決まったキャストが、確か梅原雄一郎さんと天海祥太さん決まってたんですけど、これってライトノベルの出た時の PV で、ね、使われてた声優さんがそのまま起用されてるんですよね。あ、珍しいよね多分それ。結構珍しいと思ってますし、うん、プラス他にも、まあ、コードネームを持ったキャラクタースパイのキャラクターがどんどんいるんですけど、その他にも、うん、これ多分名前めちゃくちゃ聞いたことあるなって声優さんが揃ってて、天海祥太さんから伊藤美久さんだとか、あと遠山奈緒さんに結城葵さんに上坂すみれさんに桜彩音さんに楠木智里さん、まあ、これ多分声優さん結構詳しい人だったら全員知ってるしやばいぞっていう。まあ詳しくなくても正直有名だよね。そうですね、うん、僕全く分かんないですけどそれでも聞いたことある名前が半分くらいありましたね。まあ全員多分ヒロイン級の主役を務めてるね。多分本当に主演級の人たちがもうゴリゴリ揃ってて、プラス最近新刊出た時に水瀬のりさんも追加されてで、まあ、これアニメ化したらそのまんまキャストもそのままになったらやばいぞっていう作品の一つになります。期待ですね。なんか正直ね読んだことはないから分かんなくて、まあ、若干僕スパイファミリーとちょっとなんかね、はい、ごっちゃになっちゃってるぐらいあるんですけどアニメらしいって言ってたのがなんかあれか伏線の張り方とかが難しいみたいな。そういうことなのかな。あんまり具体的に言うとちょっとこの作品に関してはネタバレをしたっけ。なるほど、わかりますね。映像化した時に仕掛けがバレやすくなってしまうもの結構ありますからね。そうなんですね、うん、まあ、ここに関してはもう実際に映像として見ていただければもうすごい感動語る場面だけど語らん方が楽しめそうです。そうですね、これね、タッチしたくないなっていうなんでむずがゆいよね、はい、その言えないっていうのはね。まあ、そのライトノベル原作のアニメ化、あとはまあ他のニュースで言うと先週86の第2クール22話がついに放送開始しましたよと、あとまあ来週、まあ、明日ですね23話が放送されるっていう。めでたいね。めでたいです。すごい待ちましたからね、うん、僕めちゃくちゃ待ちましたよ本当に。あの21話の引きがもうここで終わってなおかつまたしばらく期間空くのっていういやね、なんとかねじ込めたら本当にもっと良かったと思いますけど、まあ、それでも僕も見たんですけど、はい、ちゃんと気持ちが追いつきましたね。なんか3ヶ月空いとったのに、あ、まあ、それだけ良かったなっていうか、まあ、個人的には満足いく内容だった。いや僕結構久しぶりにアニメ見て泣きましたねこれ。なんかまあ個人的にだけどね、その無職転生と時期かぶってなかったらまあ相当派遣って言われてたのね。そうなんですよ、これ僕、うん、これ思ってたところとして、第1巻僕読んだ時ってライトノベル、ソードアウトオンラインとか
と同じくらい衝撃受けた作品で、うん、もう本当に大賞受賞してる作品ということもありますし、アニメでは、うん、まあ全然 SAO とかもため張れる、もしくはまあ A1 ピクチャーズとか電撃文庫の作品を牽引してくれる作品の中の一つになるんじゃないかって思ってたんですよね、この作品、うんうん、なのでまあなんか他の作品が放送された時は強い作品が多すぎてあんまり見られなかったりとか、テーマ的にも戦争をテーマにした作品なので、まあ、なかなかちょっと、まあ、いろんな幅広い年齢層の方に触れてもらえるかったらそうじゃない作品にはなってしまったかなっていうちょっと印象はありますね。確かにね、まあ、なんかこうイメージとしては確かに原作勢すごく盛り上がってたから、はい、じゃあ俺も見てみよっかなみたいな感じで見たから、しかも、うん、第2クールからめちゃくちゃ印象変わりますからね、うん、86っていう作品の。そうね、まあ、よくできたアニメだよなあれ、はい、うん、なんというかストーリーがいいとか、なんかライトノベルで人気があったとかは分かるんですけど、なんか映像化した時の映像表現としてもものすごい演出がおしゃれというか、はい、それこそ、うん、めちゃくちゃ革新的な映像表現してるわけじゃないんだけど、鉄板的なところでしっかりと外さない演出をやってくるので、なんか道の線路の表現だとか花の置き方だとか、うん、その今何話で演出されていたその花の表現、道の表現、空の表現が、まあ、ここにつながっていたりだとか、花火の表現とかもそうですね、なんかそういった絶対に演出を外さないっていうものがその2クールに全部詰め込まれているので、なんかストーリーとかあんまり関係なしに見てもそのすごいいろんなメッセージ性を感じられるような形で楽しみましたね。なんかそうです、まあ、まだ終わってないですけどいやこれ本当にすごくて、僕ライトノベル読んでて、特にライトノベルたくさん読んでるユーザーって自分の中で思い描く映像美というか、まあ、作品の印象があると思うんですけど、やっぱり原作ライトノベルたくさん読むとそれを超えてこない、アニメではそれを超えてこないみたいな、まあ、ネガティブな、まあ、そうね、どうしてもやっぱカットが入るからね、アニメになると難しいよね。X はマジですごくて、もう花の、今花って言われて思い出したんですけど、なんかあの最初の結構明るめのシーンでは花がすっごいもう満開に咲いてて、で結構ドンと重たいシーンになるとさっき映ってた花が枯れてるみたいな、なんかそういう雰囲気とかでも含めてなんか映像とか演出にめちゃくちゃこだわりがあるなっていう、結構見てて鳥肌が立つようなシーンがあったりするんで、この作品もっともっといろんな人に見てほしいし、そういう細部の部分もいろんな人に気づいてもらいたいっていうのがめちゃくちゃ気持ちとして強いですね。そうね、トールさんがね花のシーンって言ってくれたから、はい、ああ俺も動画で言いたくなったわと思ってそうそう、これがねトールさんの解説力だね。いやそうですね、うん、あんまり具体的なことはあまり言わないようにそうですねします。はい、はい、じゃあまあニュースはまあこんな形ということで、まああの、うん、春アニメとかもどんどん、まあ、新しい情報とか出てるんですけど、まあそれはまた後ほど話していくとして、でまあ次ですね、前も話したんですが2022年冬アニメについて、まあこの動画がまあ配信されている頃には、まあ、おそらく春アニメがそろそろ始まる時期になると思うんですけど、まあ、冬アニメの総評というか、まあ、今思ってる作品の中で、まあ、見た作品の中でめちゃくちゃ面白い作品とかをピックアップしていただければなと思います。そっか、総評になるのか。でもまあ若干好きな作品だけでもいいですし、そうそう、僕らまだ見てる途中だからね。そうですね、あの動画の投稿日の都合上で、ね、そうだね、前のコラボの時とかも結構みんな被ってますもんね、なんか今期の女子作品的なのは、うん、まあ、まあ、意見は仕方ないです、もうそうですねトールさんとやっぱ話したいなと思うのはアケビちゃんのセーラー服かなとは思いますね。アケビちゃんはすごいですね、まあ、僕も今は一番ですね、アケビちゃんが。おお、うん、あ、一番なんですね。もう一番ですね、圧倒的に。それこそ、まあ、さっき言いましたけど演出的な映像的な表現とかもなんかめちゃくちゃ凝ってるんですよね。あの、うん、自分前ちゃんかやさんとのコラボの時にあけびちゃんの多分6話ぐらいまでのその映像美感というか、はい、写真集の1枚を撮るかのようなこうあけびちゃんの見せ方とか背景との組み合わせみたいな話をしたんですけど、まあその後半パートからのその
ドラマ性とその一個一個、まあ、書かれてるものとか色とか構図とかのなんていうかこうメッセージ性みたいなものがめちゃくちゃ見返すたびに出てきてあけびちゃん 2,3 週してますね毎週最近。おお、すごい、うん、すごいですね。まあでも確かに 2,3 週しないとわからんシーンみたいなの結構あるんですよね。その内容はわかるんですけど、うんうん、なんだろうな、内容めっちゃシンプルですもん。あの内容日常系アニメのそれというか、うん、ただあっこのシーンなんか気になるなみたいな感じで巻き戻しちゃったみたいなのが僕も結構ありますね。そう、ちゃんかやかのチャンネルででもね言っちゃったんだよな。そう言ってましたね。あの、うん、そう、釣りのルアーのことかね。はいはいはい、うん、あの僕よく釣りするんですけど、たまにですけど、はい、って言ってもあのルアーってね、泳ぎ方ですね。あれって直線に動かないですね、はいはい、ルアーって、うん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 、ゆらゆらゆらって魚みたいに動くんですけど、そうですね、あれをねやってたりとかね、まあ、よく釣り知ってる人じゃないと知らないような。いやーそうですね、六羽は釣りに対する命のかけ方が、釣りの作画監修がついてましたからね、六羽。ついてたんだ。なるほど。釣りのためだけに作画監修がついてて、それまでのあけびちゃんもその独自の作画監修とかなんかこだわりはあったんですけど、大抵の場合あけびちゃんのための作画なんですよ。でも、はいはいはい、釣りのシーンってあれ木崎さんのための釣りの作画監修なんですよね。それって今までのあけびちゃんにはなくて、その自分の中であの6話はあけびちゃん以外のキャラクターが初めてあけびちゃんと双璧に書かれた回と思っていて、なるほど、まあ、自分的にもあの印象強いですね、釣りの話。エビちゃんの中であの映像の中で一枚絵でめちゃくちゃ綺麗なシーン出てくるじゃないですか、うん、あの表紙絵みたいな、そうですね、綺麗な一枚絵、はい、であの釣りのシーンだけ木崎さんが一枚絵でしょうね確か。そうですね、うん、まあ2人でのとこもあった気がするけど、こうなんか釣り上げたとこみたいな感じで木崎さんが一枚絵でバコンって出てて、あ、今回木崎さんなんやと思って。その単純な一枚絵だけでその出てたのは、例えば谷川さんが自分の、ね、姿を写真に撮るところとか、あ、はいはいはい、単純な一枚の絵として描けることはあるんですけど、でもそのめちゃくちゃ気合の入った背景がをそのキャラクターとして独り占めしてるのは本当に木崎さんだけで、あの図書室の約束するシーンとかもあれ あけびちゃんはないんですよ、木崎さんだけなんですよね。確かに、確かに、あ、図書室のところのめちゃくちゃ綺麗な日が差してて、うん、まあ、ちょっと夕焼け空が近づいてきてるような感じのあの雰囲気のシーンとかがなくて、これはなんか本当に木崎さんとあけびちゃんを同格に初めてちゃんと描いてるというか、である意味僕はあけびちゃん その美術的なところはそこで集大成だなと思ったんですけど、7話からもっと面白いものが始まったのでなんだこれはってなってますね。なるほど。いやな、あけびちゃんはね、その内容は本当にシンプルだけど見るべきどこはいっぱいあるよっていうのですごく楽しいなと思います僕は。なるほどですね。いやなんか僕なんかもう何回も止めて見ちゃいますもんめちゃくちゃこうなんだっけ、ね、みたいな、なんかすっごい何回も見て、で一周見ても今言っていただいた通りに一周じゃなんか物足りないというか、ていうかもったいないというか、なんで また見て、あ、こここういう描き方なんだとか、そういうふうになんかもうアニメを見る中で映像とかそういうもう一種の一枚絵を見に行ってるような感覚でなんか見ちゃってますね、あけびちゃんは。そうですね。でなんか自分は7話からは映像美以外のところがすごくなったと思っていて、はい、あのドラマ性がそのめちゃくちゃ多重構造で描かれるようになって、まあ、それこそ7話ってめちゃくちゃよくわかるじゃないですか、蛇森さんのストーリー。はいはいはい、ギターの1周目は蛇森さんの視点であけびちゃん見てて、彼女の視点で物語が進んで、まあギターね、初めてギターを触った時の感動から、小さな挫折から友人に励まされて、でえあけびちゃんのために、最後、まあ、あの聴かせてって言われて演奏してっていうところの一連のストーリーがめちゃくちゃこう感情移入しやすいように作られていて、すごいストレートに入ってくるんですけど、じゃあ今度あけびちゃん視点に入った時とか、あとそのクラス、あのルームメイトの戸賀野さん視点に入った時に、
それぞれ実は別のドラマが起きていて、で、あの、ところどころでそのつながって会話してるんだけど、実はそれぞれ、例えば戸賀野さんだったらバスケットボールの練習のところで自分の中自分なりに課題を持ってて、あけびちゃんに話しかけたことによってちょっと心が変わったり、蛇森さんに関して今までは実は印象悪く思っていたところの印象が変わったり、最後にちょっとその毒を相手に吐けるようになったりみたいな、その多面的に1周目は蛇森さんで見たらいいんだけど、2周目はじゃあアケビとしてプレーするか戸賀野としてプレーするかで選べるんですね。で、まあそうやって見た時に、あれ、これ実はもう一個ドラマ起きてて、実は木崎さんの中でも重いドラマが起きてて、でこれは実は宇佐木原さんとの間でいろいろやってる可能性あるよねっていう、その妄想の4周目ぐらいまでの構成が結構ちゃんと作られてるんですよね。これがめちゃくちゃ面白いなと思って見てますね。あの7話も8話も9話も10話もそんな感じで作られてると思います、うんうんうん、確かに言われてみればね、あの木崎さんのとこのシーンは結構意味深というかね、そうそうそう、うん、そうなんですよね、何が起こってるんだろうって感じだったけども、それより蛇森さんのギターがちょっと俺は気になりすぎて、結局どうなったんだろうって、ね、だからちょっと飛んでた部分あるけど、まあそうだね、確かに、そうですね、確かにな、すごい、そう、あの、なんでだろうっていう疑問が、自分は1話とか2話とかはその絵作りの民の強引さかなと思って見てたんですよね。あの、うん、突然桜の木が出てくるじゃないですか。そうですね、あの初めのシーンとか田んぼのあぜ道にその花が咲いてない桜とかつぼみの桜すら出てこなかったのに満開の桜がいきなり出てくるんですよ、うん、これってなんか手法的にはあまりしないことで、例えばそのあけびちゃんの心の持ちようとともに桜の木につぼみがないところからつぼみが出てて、ちょっと咲きそうな桜があって、で入学するときに満開になってるみたいなストーリー性をこう、まあ、要するに色気を出すと、その作画アニメと呼ばれるものって作りがちなんだけど、でもあのあけびちゃんのセーラー服って、その満開の桜の元に初めてセーラー服を着たあけびちゃんを描くために桜をそれまで全く出さないっていう、その普通のストーリーで見ているとやや唐突にも見えてくるような形として 絵作りとして一貫性があるんだと思って見てたんですけど、なんか7話8話とか、例えば今最新話が10話でいいんですっけ、はい、あの四条さんのところの話も四条さんの物語だと思うんだけど、あけびちゃんの物語でもあって、で普通にあけびちゃん見ていたら、あけびちゃんの行動ってやや突飛な部分とか思考が飛んでるように見える部分があるんですよね。なんか四条さんにいいねって言われただけで、ね、四条さんもやりたいと思ってたんだねみたいな、これ言っていいのかな、10話の話しない方がいいですか、いやどうしましょう、しましょうかちなみにね、僕はまだ見てないです。あ、じゃあ勉強しましょうか。なんかちょっと話せないかもしれない、もしかして、はい、そこはまあ一旦止めて、ね、どうします、違う先に行きます、じゃあそこは、そうね、まあどこで切るべきなんだろう、ね、桜のシーンの話してましたよね。そうですね、あ、そうですね、桜のシーンどこでね話が終わったかちょっと覚えてないですね。そうですね、いやでもそれくらいもう語る口はもう止まらないくらい、もう映像美素晴らしいんだっていう、まあそんな感じで、まああの桜のシーンでそういうふうに思ってたんですけど、ただなんだろう、7話ぐらいから本当にあけびちゃん側のストーリーも強引さがなくなったというか、その彼女が実は裏側でこんなことを思ってて、だからこの時にちょっと突拍子もないような言葉を言ったんだなっていうところが結構読み取れるようにだんだんなってきて、でそうなってくるとなんか1周目のストーリーを把握した上で、じゃああけびちゃんっての視点だとどんなことを思ってたんだろうっていうのをこう思いながら見ると、また違った発見とかがあったり、なんでだろうと思っていた演出とか、なんで書かれないんだろうと思っていたものが綺麗につながっていたり、さらに言うなら例えばこう9話で言うと、古城さんの話があって、でもあけびちゃんと古城さんの話って3話にもあって、雨のエピソードで2人とも探し物をするっていうエピソードで、あ、ありましたね、はい、3話も9話も実は共通点があって、じゃあこの時の共通点がなんで作られてるんだろうっていうのをこう見返すとまた面白いというか、裏側にあったものが
その、なんか掘っていくほどに無限に面白く今なってるんで、僕はもう大体1週間のうちに5日ぐらいはアケビちゃんのことを考えてます。ああ、いいですね。なるほど。まあまあ最後の一文でなんかまあ伝わってきました。1週間に1回考えてるって。いや、多分これあれですよ、遠山さんにアケビちゃんの方を話しさせたらもうもっと話せますよきっと。いや、なんかね、結局そう、はい、そういうことを聞きたくて話したいなとは思ってたんですよね。そうですね、うん、なんかね、あれってね、結局一人じゃこう注目ポイントが全部入ってこないというか、一人で見てて、うん、ここのシーン良かったね、良かったね、良かったねって集めても、結局他からどんどんすごいシーンがここあったよね、あったよねで、なんかいろんな情報入ってくるんで、なんか本当いろんな人の意見聞くのがあきりちゃん面白いですね、これも。そうですね。うん、なんか人ごとにみんな違う観点で喋ってるのであきりちゃん。そうそう、でも制作側ね、それを全部こだわってるっていうことだから、うん、まあすごいですよ。そう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 。うん、着せこいって大体みんなこう共通するじゃないですか、話したいこと。そうですね、うん、もうそのコスプレの面白さっていうのをこう具体物として置いたら、うん、やっぱり五条くんの可愛さと北川さんの可愛さとみたいな、まあ中学生みたいな恋愛ですよね、いわゆるなんか可愛い恋愛っていうか、そうそうそう、なんかあるけど、あけびちゃんはなんか人ごとに見てるとことか言ってることが違うんですごい楽しみですね。確かに。なるほどですね。いや、まあ、あけびちゃんは、まあ、これくらいにさせていただいて、じゃあ次。すみません。いやいや、どうします、どうします、どの作品いきます、次。まあ、あと一作品、この方で。もうあけびちゃんの話できたんで、笑顔で今日は帰ります。まあ、はい。二つさらっと話していいですか。いいですよ、いいですよ。はい、どうぞどうぞ。うん、さっき話に出た、キセコイ、はいはいはい、なんですけど、これってなんかごめんなさい、トールさんのこと結構調べたんですけど、はいはい、キセコイみたいなラブコメにハマることがあんまなかったって言ってるじゃないですか。ないですね、うん、ラブコメのラブコメ部分を楽しんだ作品ってずっとないかな。俺がいる のファイナルシーズン以来、はいはいはい、そこがね、多分僕とちゃんかやくんとの違いというかね、なんかそうですね、なんかラブコメ出身じゃん僕ら結構。そうですね、確かに、うん、そうですね、ラブコメといえばみたいな、うん、ラブコメをそのラブコメなしの視点で見るって結構難しくて、なんかこのキャラが可愛いし、このキャラと付き合ってほしいみたいな感情がずっと頭にありながら僕ら見てるってのが結構あるんですよ。ああ、うん、そうですね、なんか恋愛早く進んでほしいとかキュンキュンしたいっていうのが続いてて、うんうんうん、でそのね、視点なしにキセコイが楽しめてるってことは、ガチでキセコイはやっぱ完成度が高いんだなって改めて思いましたね。あ、うん、確かに、ラブコメ苦手だよっていう人でも、そのキセコイ楽しめてますっていう声は、それこそ僕が言うからそういう人が集まってくるのかもしれないんですけどコメントでもよく聞いて、やっぱラブコメのための強引なストーリー展開とか、なんか誰かが傷つくハプニングみたいなのがないからかこそっていうのは、なんか自分は見てて楽しみますね。それありますよね、誰かが傷つかないっていうのこの作品めっちゃあると思う。確かに。なんか、うん、ちょっと最新話の最新話見ました、皆さん。最新話見たよ。最新話って何話ですか。うん、10話、はい、はい、10話の終盤の話したいんですけど、どうぞ。マリンちゃんがはい、はい、まあ2人でなんか五条くんがマリンちゃんになんかまあ日陰のシーンで、まあちょっと過激なコスプレがあったじゃないですか、その前。はいはいはい、はい、まあ、それを見るのはあれだから、ちょっとまあ一緒にいるのはやめますみたいな話をして、でそしたらマリンちゃんが五条くんにちょっと嫌われちゃったんじゃないか、線引かれちゃったんじゃないかって勘違いして、マリンちゃんがすごい動揺するシーンあったじゃないですか。あれめちゃくちゃ可愛いなって思って、まあ、そうね、個人的にすっごいあそこから五条くんの身元に口当てて写真送ってあげようかって言ったところはもうやばかったですね。可愛いし、まあ、シリアスキャンセラーやったよなあれは。そうですね、そうですね、うん、これなんか結構グッと、なんかそういう展開来んのって思ったらやっぱ来ないかみたいなところで、今言った通り気づかないっていうのはすごいいいですね。
そうですね。あとなんだろう、自分はそれこそなんか男のキャラが可愛いとか女のキャラが可愛いとかは分かりますけど、別になんかひっついてもひっつかなくてもあんまりどうでもいいと思っている基本的なタイプなんですけど、なんだろう、あそこのシーンってなんか単純にマリンちゃんがその五条くんに対してモーションかけるシーンというよりは、彼女の中でちゃんとその今までとどう違うのかがよく分かるようになってて、前半にマリンちゃん五条くんのことを多分五条くん視点では全く同じようにからかってるんですね。はいはいはい、はい、なんだかんだで、うんうん、で、じゃあその最後のからかいっていうのは何がエモいのかっていうと、五条くんはその違いが全く分かってないんですね。うんうんうん、北川さんのアピールに対して何も分かってない。だけど視点で言うと、その北川さんの中では初めて自分の中でのその意識した上でのアピールをしてるエモいシーンで、つまりここで2人の意識の違いのこうすれ違いが起きてて、非常にエモくて、でこの意識のすれ違いが何を表してるのかっていうと、後半のそのデートのパートで北川さん視点だと、北川さんは五条くん何着ても似合うじゃん、めっちゃかっこいいじゃんって盛り上がってるんだけど、五条くん視点から言うと北川さんに勧められてるものが恥ずかしいと思って見てて、北川さんのそんな内心は全然五条くん見えてないんですよ。だからあそこに行くまでの段階で実は2人の視点で全然違うものが見えてて、で北川さんは五条くんのこと何でも似合うかっこいいと思ってるんだけど、でも五条くんの服をこれ似合うから買いなよって押し付けることは絶対にしなくて、五条くん視点から見るとせっかく北川さんが勧めてくれたのに何も買わなくて悪かったなと思ってるっていう、この何なんでしょうね、その最後のすれ違い的なエモさのための準備をその全力をかけてやりつつ、その中でちゃんとこう買い物のところのクレープ屋の描写があったりだとか、あのラーメン屋の描写があったりだとか、もう3話に書かれたものの対比になっている部分でちゃんとその物語が紡がれているので、なんかその見てるだけでもどう考えても面白いよねってなるというか、そういう満足度がありましたけど、いやなんか僕の思った感じたことをちょっと今うまく言えなかったことをうまく言語化していただきありがとうございます。僕はもうそこまで気づかなかったなみたいな話もちょこちょこありましたね、うん、今ので、うん、そうですね。あでもなんか自分は多分その単純に可愛さとかをあまり重視していないせいでそういうところを見ちゃうんだと思うんで、あまり正しい楽しみ方じゃないかもしれない。いえいえ、そんなことはないです、ね。あんまり、うん、ラブコメは得意じゃないんですよ。いやでもね、なんかね、向いてるような気もするんですよ。要はその、そうですよね、キャラの心情とかを結構事細かに分析するじゃないですか。それがラブコメの楽しみ方の一つでもありますね。ですから僕、これあんまり言わない方がいいのかな。ラブコメ3話ぐらいまではめっちゃ楽しめるんですよ。はいはいはい。でもラブコメがいざ本腰で始まるとしんどくなることが多くて、ラブコメってラブコメしなきゃいけないじゃないですか、男女が、はいはい、まあ、当たり前なんですけど、でそのためにやっぱ強引なストーリーが多いんですよね。キャラクターたちの第一番の優先事項っていうものがラブコメになっちゃってることが多くて、そこがちょっとしんどかったりするんですよ。なんか無理やりの演出っていうのがどうしても構成上出ちゃうからっていうことなんですかね。そうですね、そこを見るとしんどいんだけど、でも着せ恋のキャラクターってみんな第一に何見てるかってコスプレ見てるんですよ。確かに確かに、そこがまっすぐなんですよね、うん、全然ブレなくて、だからそのために頑張ってて、そのための過程でラブコメが、まあ、ごく自然かつ、徐々に深まっていく形で描かれているので、全然僕は楽しめてるんですけど、ただやっぱりなんかこう、うん、キャラクターたちの第一優先がラブコメになってしまうと、本質的に男女がひっつくかどうかって僕はどうでもいいと思っちゃってるから、あまり乗れないんだと思うんですね。なるほどですね、うん、まあそのラブコメすることによってキャラクターたちの心理的な変化とかが楽しめるっていうのは、トールさん俺結構そこは楽しめるんじゃないかなって思ったりしてたんですよ。そうですね、うん、まあなんか恋の距離感がどんどん縮まっていく過程だとか、まあ自分のその相手に対する気持ちが少しずつ変わっていったりするところとかっていうことですよね。なんかそういう、あとはね、結局誰か一人だから、どっかのキャラが諦めた、まあ、気持ちは交錯していくんですよね。
ラムコシーンっていうのは口には出さないけどこのシーンで諦めたよねみたいなのだったりとか、まあ多分でもそこがちょっとね傷つくポイントみたいなあってちょっと辛いポイントではあるんですよね、はい、やっぱ負けヒロインは出てきてしまうことは多いので、うん、ラブコメ作品は納得のある負けだったらいいんですけど、なんか理不尽さを感じるとちょっと辛くなっちゃうんですね。それはありますよね確かに。そうですね、あの結構これラブコメあるあるだと思います。なんかやっぱり僕もあのニセ恋とかで、あこのヒロイン負けたのか、めっちゃ好きだったのにって思っちゃって、なんかどう主人公と、まあそのあたまあ、正ルートというか主人公と、まあ、結ばれたヒロインをなんか素直に祝福できない自分がいたりみたいなこともあるんで、ちょっと強引すぎたなっていう部分を思ったりはするんで、まあそうね、キセコイはなんか作者の都合を感じさせないというか、作者の都合が働いてるのはコスプレストーリーのためのみに作者さんの都合が働いてて、ラブコメに対してはあまり働いてないように感じるのがすごく面白いんですよね、うん、なんか確かに五条くんのキャラクター性とか、うん、北川さんのキャラクター性ってすっげーファンタジー的じゃないですか、あの理想的すぎるというか、うん、はい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 、でもそれでラブコメという料理を作った時はやっぱり味がくどくなると思うんだけど、その五条くんや北川さんっていうキャラクターのある意味ストーリーにとっての都合の良さみたいなものっていうのは、そのコスプレに向かって頑張る2人を描くためのその美味しいところを的確に視聴者に見せるためのなんかスパイスになってる感じがあって、この仕方っていうのはその漫画の良さも多分あるんだとは思うんだけど、アニメの制作陣のスタッフが本当によく心で作ってんだなっていうところが見ていてちょっと幸せになりますね。はい、そうですね。はい、ということで次はですね、2022年春アニメについて話していこうかなと思います。まあ、実際にこの動画が公開されているのが第1話が放送されるかされないかくらいのラインの時期だと思いますので、まあ、ピックアップしておすすめの作品とかについて話していければなっていう感じですね。はい、はい、じゃあどうしましょう。まず僕から軽く話しちゃっていいですか。あ、どうぞ。あの、僕はほとんど春アニメを調べれていないので、あのぜひお二人にいろいろ教えていただけたらと思います、はい。まあ、遠山さんがそういうスタンスだなと思うので、ぜひちょっと遠山さんハマりそうだなって作品を僕がお勧めしていく感じなんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、まあ来期、まあ、春アニメについては新作から続編のビッグタイトルから、あとまあオリジナルアニメだとか、まあいろいろあるんですけど、それでもやっぱり、まあ、動画とかでももう結構取り上げられてるかなと思うんですが、ラブコメ作品がめちゃくちゃ多いっていうのが、まあ一言で表すと、まあ、印象的な部分かなって思ってて、はい、まあ続編ものだと「かぐや様はコクラスタイ」や「コミさんはコミショウです」だとか、はい、あとはそうですね、僕がおすすめしたい新作で言うと、まあ可愛いだけじゃない式守さんっていう作品が結構おすすめかなって思います。はい、式守、はい、さん、はい、まあ、俺もねおすすめっすよ、トールさんは。あ、そうですか。思って、うん、なんかラブコメの中でもちょっと変わったラブコメになるのかなと予想します。あ、そうなんですね、うん、まあ、はい、僕があんまりラブコメで熱中できる作品がその少なくなりがちなので、はいはい、変わり種を教えていただけると。まあ、あのこの作品なんでおすすめしたかというと、さっき言った通りにラブコメディって主人公とヒロインがあのくっついてない状況で、まあ、その距離感が縮まったりする過程を楽しむ要素があると思うんですけど、この括弧のいな、違う可愛いだけじゃない志森さんは、あのもう付き合ってる状態から始まるラブコメなんですよね。あの泉くんっていう主人公、不幸体質な主人公と、そしてまあ可愛いだけじゃない式守さん、まあ、その式守さんですねっていう子がまあ付き合ってる2人の物語っていう感じなんですけど、これが確か、ウェブ漫画初の作品で、なんかあの作者の人がなんかあの可愛いだけじゃなくてかっこいい要素のある二面性のあるヒロインを描きたいとか思ってたらしくて、そういう風に描いていると編集者さんにそういうところをもっと押したらいいんじゃないっていう風に言われたらしくて、そこから漫画化された、まあ、連載された作品なんですけど、まあ、そういったウェブ漫画だからこそ、そういった理由もあってもう付き合いたてから始まったっていうのも、なんかウェブ漫画から書いちゃってたから、なんか付き合いたてから始まっちゃったラブコメらしいんですよね、元の裏設定というか見たんですけど。あ、
関係性がある上でこんなシーンいいねって書いてたのが実際の漫画になったみたいな、そういうイメージですね。あ、まあ、この作品はタイトル通り、まあ、可愛い一面性もある、式守さんプラス時折見せてくれるかっこいい式守さんが、まあ、魅力的な、まあ、そのギャップとかそのキャラクター性が魅力的な作品となってますね。まあ、結構これはぜひぜひ見てほしいなと。制作は動画工房だったんで、今回絵も綺麗ですし、結構いい。そうね、PV 見た時の絵がね、すごく綺麗だったよね、あれ。あれめちゃくちゃ綺麗で好きなんですよ。そうでね、なんか映像にこだわりもありそうだから、はい、なんかトールさん楽しめそうって思った、俺も。なんか表情多分変わるじゃないですか。そこがどういう描かれてるのかみたいなところも楽しみで。っていう感じですね。ちょっと見てみます。はい、いやどうなるか分かんないですけど。式守さん。花毛さんどうです？そうね、まあ俺もラブコメ枠だったらもう多分ね、式守さんがね、あの多分トールさんに合ってたんだろうなと思って。逆にちょっとね、カッコーの言い名付け、はいはい、俺はすごく楽しみなんだけども、はい、まあいわゆる王道なラブコメになりそうな予感がしてて、うん、まあ一巻僕読んだんですけど、まあ王道っちゃ王道だよねって感じで。なんかまあそこら辺で言えばラブコメ好きなら楽しめるんだけども、まあなんかどうだろうなみたいな感じで、トールさんにはどうだろうなみたいな感じで、まあでも見てみるのもありだとは全然思います。そうですね、1話だけじゃあちょっと見てみようと思います。これ確か累計発行部数とかも1500万部とかもう売れてる作品で、アニメ化前からこれなんで、まあどれくらいするかって言っても、ごと嫁と今アニメ化してるごと嫁と同じくらいだった気がするんで、多分もっと売れるんじゃないかっていう期待はありますね。一巻がものすごく売れたんだよね。そうですね、なんか4週連続で重版されたみたいな伝説がありますね。動画にさせてもらいましたね。はい、してましたね。まあ結構僕さっきまでピックアップ動画の収録してたんですけど、もうこれちょっと、うん、ちょっとどうでもいい話なんですけど、僕撮ってて、うん、さっきパソコン落ちて収録してた半分ぐらいのデータ消えたんですよ。かわいそう。ま、それこれ撮った後にまた収録しないといけないんですけど、まあそれね、俺もねそれ再収録多分しないです。まあでも春アニメかしたいね。でもピックアップはどうしても出したいんで、うん、ちょっと頑張らないとなっていう。何言ったか忘れてしまいませんか、なんか途中で落ちると。僕ある程度もう箇条書きに作品取り上げるのは書いてて、そこからまあなんかある程度情報を箇条書きにしておいて、それを深く話していって動画作るって感じなんですけど。そうなんですね。なるほど。僕も元尺が今回半分しかデータ残ってない状態で1時間くらいあって、多分すごい2時間ぐらいの元尺をカットして30分くらいになるからっていう。すごい作業、大変。あ、多分カットが大変な印象で、僕結構苦しんだりするんで。この動画もじゃない、結局あの今録音してるのもね、まあ、これまだ 楽ですね。これまだ楽ですよ。皆さんもうそんなカットしないですよ。でも本当に、はい、そんなカットせずに、あとは背景素材つけてなんか話すトピック上に書くだけなんで、そこまでコストはそんなにないと思うんで全然、はい、大丈夫かなと。あとは、ね、あとね、俺トールさんと一緒にね、なんか楽しんでいきてえなとは思うのは、群青のファンファーレっていうアニメはちょっと面白そうな予感もするなみたいな。ただね、概要が全然まだつかめないというか、まあなんか競馬学校の話、はいはいはい、うん、あの前にちゃんこ屋さんと話した時にちょっと教えてもらった、そうですね、オリジナルアニメ枠 であの、ね、オリジナルで一番楽しみだなって言ってて、うん、まあ、どうなるかわからないけど、まあ見た感じ面白そうだなっていうだけなんですけど、でも競馬学校っていうのは僕は結構惹かれてて、今までなかった設定だし、そうですね、新しいし、うん、体験的な部分でもちょっと面白いというか、なんか知識が増える系というか、そういうジャンルとしても、うん、面白そうですね。まあ、なんか若干スポコン要素のある青春群像劇みたいな、うん、PV 見たところキャラクターデザインが神崎宏先生で、イラストも結構好みな方多いと思いますし、なんか展開とかもすごい見てて、うん、まあ、熱くなれる要素もあれば、なんかキャラクターそれぞれの関係性とかもすごい面白いなと思って見られる作品になるんじゃないかなと。多分これはオリジナルなんで、あの僕は多分一番の感想の動画とかは出したいなと思ったりはしてますね、
個人的にオリジナルでもっとたくさん盛り上がっていってくれたらいいなと思ってはいるので。ですね。オリジナル、ちょっと前までね結構盛り上がってたんですけど、最近はなんか原作があるやつが大体盛り上がってますね。強いですよね、原作ありが。まあしっかりしてるからどうしてもそうなるとは思うんですけど。まあそうですね。けどなんかオリジナルも確かに盛り上がってくれたら嬉しい。はい。あとはこれもまあ花毛さんにも遠山さんにも前おすすめしたんですけど、サマータイム連打っていう作品が僕は一番楽しみにしてるっていう話を、はい、なんかずっと言ってるよねこれ僕あれですからね、あのゆきともさんにもアップした時も言ったし、はあれは大放送じゃん、みんなにアップして、僕いろんな人に発表してまして、まあ、これはすごい、まあ、おすすめだなっていうのは、まあ、ジャンププラス、まあ、ジャンプ初の作品だからこそっていうのはもちろん、まあ、あるんですけど、まあ、プラスジャンルがすごい面白そうだなっていうのが SF タイムリープ、そしてサスペンスみたいな作品プラス25話っていう尺の中で完結まで描ききるっていうのはもう確定して、もうそれを宣言して放送されるので、しかも分割じゃなくて確か連続でやってくれるっていうのは決まってたんで、めちゃくちゃ一気に見れて、プラスああいうサスペンスものは東京リベンジャーズみたいに毎話毎話次どうなの次どうなのってなって気になって原作買っちゃうみたいなユーザーもいるくらい、まあ、盛り上がれる考察できる作品なのかなっていうのがすごい楽しみで、楽しみでも仕方ないっていう感じです。終わりまでが見えてると安心感もありますし、いやそうなんですよ。そうですね。あとなんかジャンプの公式の YouTube チャンネルとかでサマータイム連打の監督さんとか原作者さんがなんか話すみたいなシーンとか、あとトークする動画とか、なんかアニメーターがなんか線描いてるとこ映してくれるようななんか動画があったんですよね、確か紹介動画みたいなのがあって、それがちょっと軽く見たんですけど、すごいあの線とかもめちゃくちゃ良さそうだなと思って、原作忠実要素もあると思うんですけど、なんか流れとかも展開一つ一つがすごい流れるようにいくんで、テンポもよくで伏線もしっかり張ってくれて、その回収もすごい綺麗にまとまってくれるんじゃないかなっていう部分で、まあ、なんか謎に迫っていく系の魅力的な部分をすごいしっかりと表現してくれそうだなっていうのが期待値マックスな理由ですね。これは盛り上がってほしいですね。はい、まあ、PV とかもすごい好印象だったのが、なんか和歌山市の伊東で繰り広げられるこういうサスペンスものなんですけど、まあ、あの和歌山弁があってキャラクター一人一人が和歌山弁で話すんですけど、例えば花井夏樹さんとかも話してられたりとかするところもすごいなんか、まあ、やっぱ花井夏樹さんすごいなと思ったんですけど、まあ、和歌山弁もすごいうまく自然に話してて、そういう作品の雰囲気感もすごいなんか楽しめるような、うわこれ地元の空気感にこだわってる感じなんですね。そうなんですよ、なんか本当に和歌山とか住んでる人だったら、えこれうまくねってなって気づくんじゃないかなくらい自然で良かった。プラスそういう雰囲気もすごい楽しめるし、まあ、あとロケハンとかでもなんか行ったみたいな監督が話されてたんで、その離島でロケハンして実際にどういう雰囲気でこのキャラクターが思って走っていったんだろうとか、そういう部分の描写もしっかりと細部まで描かれていきそうなんで、なんかめちゃくちゃ面白そうだなってずっと注目してますね。まあね、タイムリープものは俺も個人的に25話24話欲しいなと思ってるから、はい、いいよねめちゃめちゃ。いやぜひぜひって感じですよ、これは盛り上がってほしいなって、はい、感じで。あとどうです、花毛さん他にあります？そうね、まあ盾の勇者とかは死ぬほど楽しみではある。やっぱじらされ続けてたからね。そうなんですよ半年ぐらいクール待たされてびっくりですよね。結構なんかワンクール分だったらまあ仕方ないかって思う時は最近昨今だとありますけど、半年は今まで最近なかったんで、まあその分多分いろいろ準備してたんだと思うし、はい、まあ盾の勇者に関してはなんかね1話全部見てそこでもう心つかまれた作品だからめちゃめちゃいいし、あとね意外とアニメ知らない人とかに勧めて結構ハマる作品なんだよね、盾の勇者のなりあわり。やっぱ内容しっかりしてるし、こう一般の人でも、一般の人っていうかなんか普通にアニメ見てない人とかでもなんか入りやすいみたい、そこは。なるほどですね。まあ、逆境からなんか成り上がっていく主人公の要素というか、まあ少し重たいところが多いから。
とは、てか、なんか、今調べたけど、妖術の再放送もあるよね。ありますね。うん。これを挟んで夏クールに2期が来るって感じなんで。だからまあ、見ときたいよね。やっぱ、そうですね。5年前だから、俺も抜けてる箇所あるから。いや、ぜひぜひ、振り返る意味も込めて。あの、3話で、櫛田桔梗が、綾小路胸を触らせるシーンとかも、ぜひともまた見ていただいて。あの子は怖かったですね、あそこは。いや、そうですね。いやー、あれはなかなか表現する姿とかもまた良かったっていう。個人的にはなんだけど、ニコニコの再放送、一挙再放送とかあれば、ニコニコで見ても、当時のコメント感とか見ると面白いかもな。確かに。それはいいですね。うん、ね。まあ、なんか、個人的な話なんだけど。いや、ニコニコいいですよね。コメント流れの、一緒に見てるから。ニコニコでアニメ見漁ってた頃、なんかニコニコ動画って意外と最新話無料で1週間だけ公開みたいなのあるから、はい、それで見漁ってた頃ね、みんなと盛り上がってた作品が妖術ではある。あー、いいですね。うん、当時のコメント感の思い出がね、こう読みやこう浮かび上がってくるかも。はい、あとはこれ、まあ、あの同じ配信者の人に僕勧めたんです。結構無職転生考察してる人なんですけど、まあ、公約でしょ。そうですね。僕あの結構その人にマイクール、あ、これ無職転生くらい来るんじゃねみたいな部分でおすすめよくするんですけど、来期だと処刑少女のバージンロードっていうライトノベル原作の作品があって、はいはい、これ結構おすすめだなと思ってて、なんか GA 文庫の大賞受賞作、ポジション的に言うと男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうかみたいなポジションで、うん、大賞受賞した作品なんですけど、これが、作品のジャンルとしては異世界ダークファンタジーみたいな作品で、まあ、制作 JC スタックなんですけど、これがまああのまた新しい要素の異世界ファンタジーだなって思うところが、ざっくり言うと、普通の異世界ファンタジーって最近だと、まあ、転生し主人公が、まあ、なんか死んじゃったりとかして転生して、その異世界でまあなんかアクアみたいな人と出会ってどんどん物語が進行していくみたいな展開じゃないですか。転生もの、うん、はい、異世界ものですね。まあ、それではなく、この作品っていうのはその異世界から異世界にやってきた転移者っていうのがすごい、まあ例えばコンスマのカズマみたいな、そういう人たちはめちゃくちゃ強大な能力を持ってて、過去に災害みたいな大災害を起こしたすごい強大な存在で、まあその異世界のものからしたらもうすぐに抹殺しないといけない存在だっていうのがもう設定上あって、で主人公のメノっていうキャラクターはその異世界から異世界にやってきた、まあ、そういったカズマみたいな存在を抹殺する処刑人なんですね、まあ、処刑少女っていう要素なんですけど、まあ、そのキャラクターを中心に描いた、まあ、ダークファンタジー、まあ、異世界の住人たちを中心に描いた、まあ、作品ってことですね。まあ、普通だったら、まあ、視点が逆なんだ。そうなんですよ。それは逆っていうところがまた新しい、まあ、他にない作品の見どころを、プラスヒロインがいるんですけど、あかりっていうヒロインが転移していくんですよ、人間が。で、うんうんうん、そのあかりっていうキャラクターがめちゃくちゃ強大な能力を持ってて、でメノはその人を抹殺しようとするけど、まあできないっていう、まあ、これあらすじに書いてある部分なんですけど、まあ、それから、まあ、そのあかりっていうキャラクターを抹殺するために一緒にその2人で、まあ、旅をしていくみたいな、まあ、いろんなところに向かっていくっていうストーリーが本筋なんですけど、まあ、これがまあ、カズマみたいな存在ってアクアみたいなのに出会ったら、まあ、その異世界の世界を案内してもらえる案内人みたいな風に思って信頼するじゃないですか。うん、まあ、そのあかりっていうヒロインがそのメノっていう暗殺する処刑人を、まあ、もう全幅に信頼の全幅を置いてるんで、もう完全になんかもう一緒に旅していく仲間って思っちゃってるけど、実はメノはそいつを暗殺しようとしてるみたいな、そういう設定もあったりで、なんかすごいそういう要素で、まあ、一緒に旅をしていく中で主人公のメノの心情が変化していったりとか、まあ、そういった部分が垣間見えていくのが魅力的な作品なんじゃないかなっていう部分プラス、あとはこれ抹殺とか戦闘シーン、まあ、緻密な戦闘シーンがあるんで、結構描き方によっては盛り上がってくれるライトノベル原作の作品なんじゃないかなっていうふうに思いますね。すごいね。でもなんか
話聞いてるだけで面白そうだわ。これすごい設定新しくて、僕ライトノベル1巻ちょっと確か全部読めてなかったんですけど、途中なんですけど読んだ時すごい、あ、これ新感覚だと思った作品なんで、アニメでどう描かれるかっていう、まあ、JC スタッフの力量によって戦闘シーンとかも盛り上げてくれるんじゃないかっていう、まあ、見どころが多そうですね。なんか世界観だったり、はい、キャラクターの心境変化だったりだとか、バトルだったり、見れるところが多そうなんで、なかしかもちょっといわゆる重いユリ展開みたいな、主人公もヒロインもどっちも女の子なんで、そういうちょっとユリ展開的な部分少しあるみたいな感じですね、まあ、そこはあんまり重要ではないですけど、まあ、そういう要素があるというダークファンタジー作品、まあ、これは結構おすすめしたいですね。個人的に気になったのは、まあ、アクアはワンチャンカズマ裏切るかもしれない。まあ、なんかその辺のアンチテーゼ込みなのが、なんだろう、アクアとカズマの関係性というか、はい、うん、そうですね、あれはもともとアンチテーゼを内包してる作品だと思うので、はい、うん、まあ、さすがに冗談なんですけど、ね、いや、まあ、そうですね。いや、たまにちょっとこういうのぶっこんでくる花木さん、僕大好きなの。なんか前もサマータイムレンダーの話した時、なんかこれ並んでる人たち、なんか何でしたっけ、そうそう、サマータイムレンダーね、そのあのキービジュか、キービジュアルの画像を見た時に、はい、あれこれグランブルに似てねえと思ってとか言って面白かったですけど、はい、そうそうそう、上羅になればグランブルが完成するかもしれないみたいな、まあ、それは冗談ですけど、そういう冗談もたまに織り交ぜてくれるということで、いや、まあそういう感じですね。作品、僕結構ライトノベル原作もっともっと盛り上がってほしいなって思ってる身でもあるので。そうだね、まあ原点ではあるからね、結局。そうですね、うん、まあ盛り上げていきたいですね、こっちとしても、はい、面白い作品を。流れはいろいろあるかもしれんけど、個人的にはまた盛り上がるんじゃないかなとは思って。そうですね、うん、まあ、ラノベ原作だと、来期は確か9作品ほどあって、それらが全部ファンタジーみたいな部分なんで、ラブコメがないらしいんですよね、ラノベ原作。あ、まあ、珍しいっちゃ珍しい。でもなんか最近少なかったような気はするな、印象ありますね。その確かにライトノベル原作のラブコメってなんか少なくはなってきてるよね、だんだん、はい、多分ね、流れだと思ってます。でも俺は、うんうん、その年々のその流行りというかね、はいはいはい、うん、洋服みたいなもんでトレンドがあると思うんで、その辺はまあ待ってます俺は。そうですね、うん、あと、黒市椿どう思います、花木さん。あ、いや俺は見るんだけど、そう、今高木さんの作者のね、そうですね、名前ど忘れした、山本総一郎先生でした。あ、そうそう、山本先生が書くんだろうけど、そのなんか今までと違った形式じゃんこれが。そうですね、しか出てこないんだよね、はい、確か。だからなんか違った形式でどういう風に面白くなんだろうみたいな感じで、なんか興味が今あってって感じかな。確かに1話どういう切り口で始まるのか気になりますね、うん、なんかそう、高木さんっての強みはやっぱ一個恋愛じゃん、その甘酸っぱい恋愛っていうのか、うん、でまあ恋愛っていうのよりかも、まあ女の子のこうくのいちの生活みたいなのを多分描いていくのかな、まだちょっと分かんないんだけど、でもすごい気になる。だからなんかこの作品がその、なんか記事で見たんですけど、作者の山本総一郎先生が、まあ、からかい上手の高木さんとはまた違う、なんかすごい女の子たちだけがいっぱい出てきて活躍する作品を書いてみたいって思って書いた作品が、まあ、なんか今回のその作品らしくて、なんか原作も1000万部突破してた作品だったんで、確か結構売れていて、なんか僕の友達とかもすごいこれ面白いぞって言って勧められたんで、まあ、見ようかなと思ってて。そうね、俺もなんかの記事で見たけど、山本先生がなんか一番やりたいのがこれらしい。いや、そうですよね。そうなんだ。なんか理想、なんか自分のやりたいことだけを詰め込んだ作品みたいなのは、なんかどっかの記事で見た気がする。キャストもなんか1日に1回1人をなんか公式ツイッターとかで発表してる感じだった気がするんですよね、確か今。30何人引っ張ってるのがあったりとか、あと、うん、エンディングってからかい上手の高木さんだったら毎回変わってたと思うんですけど、これもなんか記事で書いてあったんですけど、うん、前は毎回変わるようにしてる、プラスなんかやっぱり一般公募で音楽作って投票してくれた人から、一般の人からその音楽を取り入れて
その音楽をあのくのいつばきの声優さんが歌うエンディングテーマを作るみたいなのを、なんか2枠分募集してるらしくて、なんかそう、エンディングはね、また変えるんだね、そうですね、毎回毎回。なんかそのエンディング一般であの当たった人はなんかアニプレックスから9万円もらえるらしいですよ。いやもう別にいらないから採用してほしいんだけど、ね、いやそうです。すごいですよね、声優さんが歌ってなおかつみたいな音楽作れる人。そうね、いやちょっとそれるんだけどさ、高木さんのエンディングってね、はい、あの毎回変わってるけど、すごいですよね。うん、あの曲線が俺結構神がかってると思うんですよね。わかる。うん、その今の子たちにはなんか今の子っていうか高校生とか大学生の子たちにはちょっと刺さりづらい曲かもしれないんだけど、でも僕20代前半ぐらいの人たちがすごい刺さる曲がめちゃくちゃ選曲されてるんですよ、はい、だからすごいなと思います。なんか何でしたっけ、あのただ泣いて笑って過ごす日々に、あれ一気でしたっけ、なんかああいう曲とか、なんかいろんな曲が出てきますよね、うん、あとなんか恋愛の代表曲みたいな、ね、あ、はい、感じで、うん、しかも甘酸っぱい曲に視点を当ててるところがまたいい。なんか本当にそれを高木さんが歌うからこそ、高木さんと西方の関係を歌ってるような感覚でもまた聴けてみたいな。そうね、いいっすね、うん、原曲よりなんか聴いてしまったかもしれない、もしかしたらもう。まあ、公開されてますからね、すごい贅沢な思いをさせてもらってますよね。はい。皆さんもっと聞いていただいて、はい。まあなんかくのいつばきもですね。うん、いやでもくのいつばき、アニメ、まあ、制作はクローバーワークスということで。まあね、まあ制作に関してはマジでもう信頼を置いてるぐらいあるわ、これは。いや、やばいですね、クローバーワークス。またスパイファミリーも。クローバーワークス、ミッドスタジオみたいな。うん、そうね。やばいっすね。まあちょっと後半は休んでもらってもええんやって感じで。いやー、そうですね。ちょっと疲れたやろうしな、みたいな。まあ、あとはまあ今触れたスパイファミリーなんかも、なんか今日、オープニング、エンディングが発表されて、オープニング、エンディングも力入って、なおかつ、キャストも力入ってるね。制作も力入ってる。うん。いや、まあ。多分だけど、まあ、前も言ったかな、いろいろ期待のアニメ言ってるけど、多分世間的に一番流行るのはスパイファミリーかなとは俺は思ってる。あ、でしょうね、最近の流れだとジャンプ初の作品で、まあ、あれも漫画出た瞬間に盛り上がってましたし、なんか毎回見るんだよね、最近自販機でジュース買うときに自販機のなんか広告にスパイファミリーがね、ある、ね、ありますね。本気で宣伝してるんですね。うん、もう本気本気、もうしかもヒゲダンが歌ったりね、まあそれはもう面白いこと間違いなしなんじゃないかなと思うけど。そうですね、スパイファミリーは僕確かなんか1話くらい漫画で読んで、あーこれアニメ化しねえかなと思っても止めちゃってたんで、すごい楽しみですね、なんかアニメで見られるの。まあなんかホームコメディみたいな、確か殺し屋のあの夜っていう、あ、夜でしたっけ、なんか女の人と、あと男がまあスパイの人と、プラスなんか超能力を持ってる子供役の3人のホームコメディみたいな感じです。まあね、クローバーワークス×ウィットスタジオね、今回は、はい、ウィットスタジオ参加、あれで注目も浴びてますし、いやーどうなるかな、うん、まあ流行るだろうなこれは。うん、まあ、拾えばなんか無限に出てくるよね、春。そうですね、うん、はい、まあそんな感じで春アニメは一旦は終わりにさせていただこうかなと。そうね、まあちょっとトールさんの頭が、はい、期待されてるものが多い。されてるものが多いですね。オタクの良くないとこ出てるから。そうですね。話してしまうっていうのは、もうオタクはすぐ自分語りをしてしまうっていうのもなんか、うん、そういう能力がついてしまってるので、はい、一旦この辺にしよう。そうですね。この辺にさせて、で、まあ、前回のアニトークの方でコメントをいただいてた質問があったんですけど、まあ、それについて触れていこうかなと。はい。とうとうコメントがね。来てくれてありがたい。ありがとうございます。はい、うん、まあ、なんかこんなラジオ感覚なので、ぜひともなんかお便り感覚で書いてくれると本当に嬉しいので、ぜひとも書いてください。いや、もうぜひともよ、これは。はい。質オタのコーナーですね。うん、そうですね。みんなの憧れる。はい。じゃあ早速、今現在どのジャンルが流行っているか、まあ、今後どのジャンルが流行るかなど、まあ、これはあの花毛さんだとか遠山徹さんとかのちゃんかやだとかに、まあ
考えているか、まあ、そういうのを教えてほしいですと、そういうコメントになります、うん、難しいですね。まあなかなか深いコメントだね、はい、まあ今どんなジャンルが来てるかっていうと、僕個人としては来期もそうですけど、なんかラブコメ作品来てるんじゃない勝手に思ってるんですね。まあなんか来始めだよね。そうまだまだ、うん、これから来るんじゃないかみたいな感じですけど、まあ、最近だと個人的に思うのがね、はいはいはい、そのラブコメは流行ってくるとは思うんだけど、やっぱラブコメプラス何かっていう作品がどんどん出てくるんじゃないかなっていう感じかな。あ、はい、まあ、キセコイも代表例かなとは思うけど、ラブコメかける要素がちゃんとあってラブコメもしてるみたいな。そうですね、コスプレがあったりとか、うん、なんか狭いジャンルのものをラブコメと絡めてみたいなのが流行ってくる可能性があるなと思ってる。そうですね、うん、なんかちょっと前に流行ったの日常系にアウトドアの何かとか混ぜるみたいな、ゆるキャンみたいな、うん、そんなイメージでラブコメに何か混ざるのはありそうですよね。女子高生かける何かみたいなね、うん、そういう要素が流行りそうですね今後。うん、まあ、ジャンルかどうかは分からないんですけど、はいはいはい、ちょっとオッドタクシーとかサニーボーイとかオリジナルアニメなんだけど、公式が結構頑張って楽しめるコンテンツを発信してて、なんか SNS の方でこう考察が盛り上がったりだとか、なんか話題が広がったりみたいな、なんかそういう系のこうジャンルというわけじゃないんだけど、オリジナルとしてはなんか公式がもっといろんな情報を SNS を活用して提供して盛り上がっていく文化ができていくといいなと、まあ、半分自分の希望としては思ってるんですけど、うん、そうですね、まあ、徐々にそういうのが根付いてはきてますけどね。公式チャンネル、ん、公式が YouTube チャンネルをね続々と立ち上げてたりとか。そうですよね、そうですね、うん、なんか長めのエンディング撮ったりラジオを放送してくれたり、うん、ミニオーディオドラマ作ってくれたりっていうのが去年より圧倒的に増えたと思いますね。そうですよね、うん、まあ、なんかラジオなんかキセコイとか僕聞いてますけど、すごい面白いですしね。あ、楽しいですよね、はい、なんか聞いててうわーすげーいいなーと思っていろんな作品も触れたいんですけど、まだやっぱりラジオになるとラジオまでなるとアニメ見るのにも結構大変なんでそうだね、なかなかあれなんですけど、うん、そうでもラジオもねすごく聞きやすくなったよね、はい、思えばその昔ね、ゼロの使い魔のラジオとか聞いてたけど、なんか、はい、ラジオ専用のとこに行かなきゃいけなかったの。あ、うん、はい、だから、ね、そのためにラジオアプリじゃないけどなんかそういうの入れたりして聞いてたけど、今 YouTube で聞けるからね、そこすればいいわ。そうですね、ちょっとハードルも低くなってやりやすいというか、うん、そういうのもあります、ね、触れやすいんで、まあ、ジャンルとしてはそういう流れが、まあ、来てるって感じで、うん、まあ、異世界系がどうなるかかなとは。そうですね、異世界もまたなんか新しいジャンル来たらいいなとも思いますし、最近だと無職転生みたいな、うん、またなんか新しいような時代を作ってくれるようなファンタジーが来たら嬉しいなと僕は思いますね。鉄板的なファンタジーもありますけど、まあ、それこそ何でしょう、スライム倒して300年みたいなその日常系と異世界転生合わせたり、うん、はいはい、女主人公をさせてみたりゲーム要素合わせたりってなんか結構いろいろ模索していたりだとか、なんか最近だと現実主義勇者とか原告とかは、うん、なんていうか国政ものをしたりだとか異性外交とかそういったなんかちょっと違う要素混ぜて異世界だからある程度こうファンタジー部分で補ってちょっとアカデミックなことだとか体験的なところだとかそれこそ異世界かけるなんとかで新しいものが結構たくさん出てきてるのがちょっと自分は楽しいなと思って見てるんですけど。そうですね、そうですね、まあもう何のアニメでもそうですけどどんどん違った視点でのねこうジャンルじゃないですけどなんか設定が生まれてきて面白いですよねその辺。はい、まあ、なんかファンタジーとかに関しては、まあ、どの作品もそうですけど毎回取り上げるたびにタイトルが長いのだけはちょっとやってほしいなと僕漢字弱いんで読めないっていうなんかそのものがなんか説明文みたいになっちゃうと僕はあんまり好きじゃないんで、はあ、なんか確かにね、うん、漢字が読めないのはもうちょっと前のなんか流れじゃないですか。最近はとにかく長くて略称が難しかって、はい、なんかその前ぐらいの
が本当に読み方がわからない。そうですね。なんかね、あのタイトルは読めても登場人物が読めなかったり、そうたまにあったりします、はいはい、なんかこう話してるところで、うん、あれこの作品なんだっけってなっちゃう作品があると、うん、ちょっとなんと言えない感じになる、まあ、それ言ったらでもビスクドールって僕は読めないですけど、ね、そうですね。あれはでも初見で誰も読めないでしょ。はい、言ってしまえば、ね、処刑少女のバージンロードもバージンロードって読めないです。生きる道って書いてバージンロードなんで、まあ、いわゆる当て字だもん。当て字は読めないっす、うん、僕も毎回言われないように前までめっちゃ言われてて、いやバージンロードですよってコメント書かれるんで、めっちゃ頑張って、あこれなんて読むんだろうちゃんと検索したりもして頑張ってます。そうですね、せっかくビスコドールって覚えたのにキセコイって略されてるから本当にそうですね。ビスコイはちょっとね、でもあそうですね、心が悪いかもしれないな。まあ、ビスクとかたまに俺は言ったりしますね、個人的に。はいはいはい、本気サビクイビスコやってるからややこしいんですよね、言葉の響きが。確かにややこしいね。まあ、っていう感じに、まあ、なりますね。うん、まあ、なんかぜひぜひあのそういったコメントとか気になることとか質問要項があればぜひぜひお便り的な感覚で書いてくれれば嬉しいですので、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。はい、ということで、いやーちょっとごめんなさい、めちゃくちゃ話させていただいていやー本当ね、いやーなんかちょっとなんかいっぱいちょっと喋りましたね、すごい。いやなかなかいろいろと熱く語らせていただいて、まあすごい時間経ってしまって尺がちょっとどうなるかまだ分かってないんですけど、まあたくさん皆さんにも聞いていただければなと、はい、思います。ちょっと今回はだいぶね、いろいろと話させていただいて、アニメ、まあ、今期のアニメとかアニメニュースもろもろ、あとはアニメに対する考え方とか、まあ、見る視点についてとか、まあ、結構さまざまな部分で、まあ、得られる部分すごい多かったかなと思いますので、うん、いやめちゃくちゃ楽しかったですね。普段喋んないようなことを喋ったなっていう感覚ではあるな。そうですね、うん、そうですね、なんかちょっと話しただけで励みになったというか自分の中で良かったです。はい、という感じで、またまたなんか次はまあ浮友さんとかあるのよくんとか、どんどんいろんな人も誘って、まあいろんなメンバーで交流できればいいかなと思いますので、ぜひともね楽しんでいただければいいかなと、はい、皆さんもね見ていただければいいなと思いますので、ぜひともなんか高評価とか、あと富山徹さん、花毛さんのチャンネルとかツイッターもろもろリンクの方ですね、概要欄貼っていますので、ぜひともねチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はここら辺で終わりにしようかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイ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 。